5年後に向けてということになると、当然オリンピック・パラリンピックに向けてということになるんでしょうか。まあ、私自身としてはオリンピック以降も含めたこの江東区のまちづくりを目指すべきだというふうに考えています。江東区は川、運河、海、こうした水辺の多い23区で、他にはない地域でありますから、まあ、ですから水彩都市江東ということを言ってます。それで、オリンピックでさまざまな競技場ができる、現在もスポーツ施設はたくさんありますが、オリンピックでより一層充実するわけです。そこで江東区は水彩都市江東というキャッチフレーズと同時に、スポーツガーデン江東というキャッチフレーズをこの4月から組み込みました。スポーツガーデン江東、これはそうですね、いつでも誰でもどこでもお年寄りから子どもたちまでもがスポーツに親しめる、運動をする、そういう街を目指していきたいというふうに思っております。特に、誰もがいつまでも住み続けたい、そういう街を作るのが江東区の目標ですから、そこにスポーツガーデン江東という新しい江東区のイメージアップ、そしてまた快適な街づくりを進めたいというふうに思っています。